にゃーにゃーん、どうもこんにちは、シュンチビシュンのシュンです。今回もフリーゲーム勇者の選択肢がおかしいをやっていきたいと思います。パート6、前回のパートからの続きですね。宿に泊まって、さあ寝る、寝ません、話しかけるみたいなことでね、終わったんですけど、まあその続きからやっていきます。選択肢、もう寝る、好きな人いるのとセイナに話しかける、好きな人いるのとギバーに話しかける。上から行くか、いや上からってか、もう寝るはちょっと除外してる、聞いてみるか、ね、好きな人いるの。ねえ好きな人いるの。あなたはこっそりと小さな声でセイラに話しかけました。うん。セイラは顔を赤くしてこちらの方を見てきました。明日も早いんで早く寝てくださいね、兄貴。そう、そっちなく返事をすると、セイラはそっぽを向いてしまいました。やっぱりね、ごめんね。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 あなたは一言、前まいました。怒ってないっすよ。くすごい静かに笑いながら、セイラはこちらに向き直ってくれました。眠れないんすか？なんと答えますか？眠れないんだ。いや、兄貴が寝れるようにお手伝いするっすね。そう言ったセイラは、手をあなたの方に伸ばし、そしてそっと触れてきました。おっと。その手のひらからは、じんわりと優しいセイラの体温が伝わってきて、とても気持ちがいいです。一番いい回復薬は睡眠っすかね。よく寝てください、シュン兄貴。温かいぬくもりとその優しい笑顔に眠気に誘われたあなたは、眠りについてどれほど時間が経ったでしょうか。あなたは多少の寝苦しさを感じ、うっすらと目を開けました。すると、視界に奇妙なものが飛びます。なんだろう、夢だろうか。と、大して気も止めず、あなたはさらに眠りにつこうとしました。しかし、奇妙なそれは、徐々に近づいてきて、あなたに語りかけました。誰？ねえ、起きて。勇敢な勇者様、誰？聞き覚えのない。女の声が聞こえ、これは夢じゃない。そう思ったあなたは、目を見開き、ベッドから飛び起きました。すると、目の前には、強烈な雰囲気を抱えわせた、少し幼い見た目の一人の女が立ちはばかっていました。その女は、一見、人間のように見えましたが、体のところどころに見える奇妙な角や触覚が、彼女が魔物の類であることを物語っています。きっと、魔王の仲間だ。そう思ったあなたは、体が身構える感覚を覚えました。しかし、今まで眠っている勇者一行を目の前にしていたというのに、彼女は一向に襲ってくる様子はありません。彼女らの目的は何なのでしょう。何なのでしょうか。一体、魔王は何を企んでいるんでしょうか。勇者たちの冒険は一筋縄ではいかなそうです。最後に一言、あなたはこう言いました。一体何を企んでるんだ。そのあなたの言葉に目の前の魔物は答えました。何も難しいことなんて企んでないわ。まずは話を聞いて。クリア。セーブします。クリア。嘘、なんか自分一瞬ゲームオーバーと思ったんやけど。じゃあ第4話続けてプレイしましょう。第4話、魔王の仲間と雪景色。宿で給食を取っている勇者一行のもとに、なんと魔王の敵って手先である一匹の魔物がやってきました。しかし、なぜかその魔物は、寝込みを襲うわけでもなく、ただただ普通に話しかけてきたのです。あなたは、その魔物に一言何か言おうとしました。おお、ビクター。
びっくりした。しかしその瞬間、ギバンも目が覚めたのか、ベッドから勢いよく転げ落ちたの。その音でシエルも目覚めます。だ、誰だ、どこから入ってきたんだ。入ったんだ。え全員起きてやった。もうあなたも入ってきていいんじゃない。え、何、怖い。目の前の魔物がそう言うと、ドアがコンコンとノックされます。うわあ。そして返事を待たずにドアはガチャリと開かれました。そこには鎧を着た大きな男が一人立っていました。その男は一見人間のように見えましたが、鎧の隙間からはみ出す呪文が魔物であることを物語っています。その様子を見た謎の女の魔物はあなたに向かってこう話し始めました。あなたたちに話したいことがあるの。何と言いますか。なんか選択さん、なんかビギナーじゃない、褒めとくかいや、とりあえず最初はもうちょっと普通に行きましょう。で、後からね、ちょっと、なんかあと、エンド回数しましょう。いいだろう。話を聞こう、じゃないか。あなたは、魔王の仲間で、あれど、引けを取らず、威嚇を保った態度で答えます。その答えを聞いた魔王の仲間の二人は、ゆっくりと語り始めました。まずは、自己紹介からかしら。そう言いながら、鎧をかぶった魔物はケレイブ、女性はアイムと名乗りました。そして二人は魔王様から伝言を預かっていると手紙を渡してきました。恐る恐る封を開けてみると、そこにはきれいな文字でこう書かれていました。ケイク、月が赤くきれいに輝く季節となりましたが、勇者殿はいかがお過ごしでしょうか。さて、この度は勇者殿の魔王城訪問の件につきましてご連絡させていただきました。誠に勝手ながら一身上の都合によりお迎えすることができないため、勇者殿にはお帰りいただく存じます。ご了承のとどよろしくお願いいたします。あれ、なんか、まで魔王かなんか帰ってくれという手紙来たの。え、まず勇者殿がこちらに向かってきている理由を把握していたしかねます。望みがあるのならば、目の前にいるであろう家来にお申し付けください。本来ならば、直接お断りするべきところでしたが、手紙でのご連絡となりましたことを重ねてお詫び申し上げます。勇者殿たちのますますのご活躍をお祈り申し上げます。ケイク、魔王。あれ魔王、なんか結構マナーいいね。つまり、魔王様は、あんたらに、帰れって言ってんねん。向かってきている理由がわからないとも言っているわ。ふざけた手紙をよこされたものだな。あなたは何と言いますか。待って、帰ろうかじゃ選択しないや。帰るの？帰るんか。じゃあ帰ろうか。ね、帰ろう。じゃあ帰ろうか。ごめんよ。この言葉を聞くと、同時にギバンが怒りをあらわにします。何を言っているんだ。これで帰れるわけがないだろう。この手紙を読んだところで、俺には魔王が何かを企んでるとしか思わなかった。思えなかった。そうっすよ。わかってるんすよ。そう。言われてもなぁ。ギバンとケイラは異を唱えます。その後ギバンはこう口にしました。ならばこちらの望みを言おう。近頃魔王魔物たちが活性化し凶暴になっている訳を話してくれ。それについては話さないわ。何かをよく出たケレイプの口をアイムが刺します。ほら見ろ、やはりねが企んでるのだろう。敵対心を解かないギバンとシェイラに、魔王の仲間たちはこう言いました。どうやらおとなしくお家に帰ってはくれなさそう。魔物の
で、魔王の仲間の二人はその場を立ち去ろうとします。じゃあ迎え入れる準備を、日に俺たちは先に城へと向かおうか。そうね、じゃあね、ルシアさんたち。おい、このまま返すわけにはいかないだろう。その場を立ち去ろうとした二人にギバンは杖を突きつけました。が、しかしケレイブとレイムを抱えた状態で窓を突き破り、あっという間に逃げていってしまいました。ケレイブバカ。くそ、逃げ足めっちゃ早いっすね。まあ逃げちゃったものは仕方ないっすよ、ギバン兄貴。てか、この宿のセキュリティやばいな。その後、宿の店員に事情を話し、別の部屋を用意してもらった勇者一行はもう一度睡眠を取ることにしました。再度魔王の仲間が侵入してくることを警戒して、部屋には結界を張りました。先ほどよりかははるかに安全です。おお、いよいよと疲れた3人は泥のように眠り、気がつけば空は明るくなっていました。じゃあ夜だったか、そろそろ出発しようか。張り切っていきましょう。あなたたちが行き込んだ後、ギバンはあなたにある問いかけをしてきました。今日もセグウェイには乗っていくか。え？私は少しぐらい歩いた方が健康にはいいかなって思うんすけど。確かにそれもそうかもな。ヒューナンチはどっちがいいと思うすか。今日もセグウェイに乗るか、自分たちで歩くか、どうしますか。セグウェイ乗るか。でも歩いた方が健康にいいしな。今日は自分たちで歩こう。歩いていこう。俺は体を動かすのが大好きなんだ。いや、そんなことないんだけど。あなたはそう口にしました。まあそうだろうな、あんちはやっぱりそうっすよね。話し合いの結果、これより先は歩いて向かうことになりました。でもこのセグウェイを持ち歩いて歩くのは勘弁なんだが、この町の預かり証でも2でも預けましょう。そうだな、乗り物を預けるためにあなたたちは預かり所を訪ねました。預かり所に着いた3人は早速乗り物を乗せようと手続きを始めます。しかし手続きの最中、店員にこれは預かることができないと断れてしまいました。なぜダメなんだ。あまりにもこっちのセグウェイがウェイウェイしてるぜ。何言ってるんだよ。あなたは、店員はあなたのよくわからない発言を無視してこう答えます。無視されたよ。こんなよくわからないものが付着しているセグウェイなんてね、なんか危険で預かれないよ。え、店員が呼び出さすそのよくわからないものに3人は目を向けます。ん、赤い、なんだこれは。勇者たちのセグウェイには確かに小さな謎の物体が付着していました。センサー付きの爆弾に見えるけどね。もうなんて、もな、なんでも持ち込もうとしてるんだい。テロリストじゃないんだろうな、あんたら。違うっすよ。いいからさっさと出てってくれ、もう来んな。店員はひっひと言わんばかりに手を振り、3人は店内から追い出されてしまいました。その後、勇者一行はその爆弾と言われた赤い物体を再度確認してみました。ちょっとね、時間が、まぁ、あ、ちょっと、なんていうんだ、なんか中途本番にちょっと終わってしまうんですけど、時間がちょっとやばくなったので、今回のパートはここで終わりにしようかなと思います。じゃあ戻りますってことだよね。次回のパートは爆弾を取り除くのかどうか、わからないところから始めていきたいと思いますってことで、今回のパートも最後まで見てくれてありがとうございましたってことで、次回のパートに続きます。ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。トイキャス、ミラティブ、ミルダムで生配信やってるので、もしよかったら遊びに来てください。ツイッターもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は真ん中のチャンネルアイコンをクリックかタップでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。